まずはマスコミの皆さんにマイクを譲っているところです。他いらっしゃいますか。お疲れ様です。インターネット報道メディア IWJ の浜本と言います。よろしくお願いします。新型コロナウイルスワクチンについて質問いたします。厚労省の資料によると、10月3日現在、ファイザーとモデルナ両社のワクチンで、合計1255件の死亡事例が、報告されています。そのうち情報不足などにより、ワクチンと死亡との因果関係が評価できないというケースが1248件となっています。具体的にどのような情報が不足しているのかについて、弊社も代理人会見などの機会を通じて質問していますが、要領を得た回答は未だにもらっていません。また前厚労大臣の田村氏は会見にて、政府はワクチン接種を努力義務として、積極勧奨しており、接種をするしないの選択は自由であるわけではない旨の説明をしております。自由でないとすれば、ワクチン接種の副反応による健康被害およびその最たるものである死亡事例に関する、保障は政府の義務であると考えます。ワクチン接種後にお亡くなりになった方々には、その死によって経済的精神的ダメージを被っている、肉親の方などの関係者がいるはずです。その方々への手当が必要だと考えますが、山本代表の現状認識をお聞かせください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ワクチン、このコロナに対するワクチンに関して努力義務ということですね。努力義務っていうのは何かというと強制ではありません。強制だったら強制になってるはずです。はい。その上で、厚生労働省、その役人ではなく政治家に聞いたってことですか。三役の人に聞いたってこと。誰に聞いたんですか。田村大臣。あ、なるほど。あの、ま、現在の後藤大臣。なるほど。まあ、すっとぼけた野郎どもならなって話です。言葉の意味が分かってないのかって話です。まあ、おそらくあの製薬会社から金でももらってんじゃないかっていう疑義が上がりますよ。それだって努力義務っていうことは当然打たないに関してはそれぞれの判断に委ねられる当たり前のことです。それに関して、そんな自由な話じゃないんだっていうことを言い出すっていうのはあまりにも意味付けとしてこれ後付けすぎる。それでも強制的に打たしたいんだということであるならば、これは別の意図があると読むしかないような、そう思います。実際にお亡くなりになった方いらっしゃいます。で、私の周りにもそういう方いらっしゃいます。それを考えるならば当然、それぞれがしっかりとしたそのどういう副反応があってというようなその情報ですね、ワクチンによってどのような反応があったのか、打たないをはっきりと決められるための情報、そういったものはしっかりと開示されていくべきですけれども、なかなかそこら辺がスムーズに開示されているような感じがしないというお話ですね。で、一方でその打たれた方の中でこれはワクチン由来なんじゃないかということをもしも感じられた方に対しては、私はもう先もって保証していくべきだろうと。要は政治によって判断されるというようなね、要は、この人は副反応によって命を失われたとか、何かしらの健康的な状態から、そうでない状態になってしまったとかっていうことのジャッジがなされるまでどれだけの時間かかりますかってことです。認めたくないに決まってんだから、作ってる方は。それを考えるならば当然疑いという状況が出た時点で国はフォローしていくべきだろうという話だと思います。はい。副反応、これをジャッジを待って何かしらの手当がなされるのではなく、その副反応の度合いであったりそういうものを見ながら、疑いとしながらもしっかりと支えていくっていうことをやらなければ、当然かなりリスクがあるものだねというような見解を持つ人たちが増えてもそれはしょうがない。国が打ってほしいと思うならば、おそらくそこまでの体制を敷く必要があるんだろうと私は思います。ありがとうございます。